こんにちは、花房皮膚科花房と申します。よろしくお願いします。本日は粉瘤の保存の基本についてご説明したいと思います。粉瘤というのは袋状の病変であります。今日は、粉瘤の袋に小さな穴を開けて、そこから粉瘤を抜き取る保存抜き法という手術を行わせていただきたいと思います。粉瘤に2から5ミリの小さな穴を開けて、そこから粉瘤の内容物および粉瘤の壁を完全に取り切る手術になります。ちょっとしますね、頑張ってください。手術の危険性としましては、お家に帰って血が滲むことがあります。その場合ガーゼでしっかり圧迫していただければ、血は止まりますのでご安心ください。バイ菌が入る可能性、もしくはすでにバイ菌が感染している可能性がありますので、予防的に抗生物質を数日間飲んでいただきたいと思います。麻酔が切れた後に2時間ぐらいしてお痛みが出てくることがありますので、痛み止めを、ご処方させていただきたいと思います。非常に傷が小さく仕上がる、手術ですが、わずかに傷が残る可能性があります。傷を完全にゼロにすることは不可能ですので、あらかじめご了承くださいませ。ご視聴ありがとうございました。